1> Android 1.0を搭載した T モバイル G1、HTC Dream は台湾の HTC 社によって製造された携帯電話機である。アメリカの移動体通信事業者である T モバイル、US から2008年10月22日にアメリカで T モバイル G1 として発売された。HTC Dream は米 Google 社が開発した携帯電話向けプラットフォームである Android を 搭載した多機能電話機として世界最初に販売された携帯端末である。台湾の HTC 社が製造したこの携帯端末機は北米では携帯電話キャリアの T モバイル USA へ供給され2008年10月22日より2年契約時の価格179.99米ドルで販売されている。イギリスでは2008年11月 その他欧州各国では2009年第1四半期に発売が予定されている。代表的な企業用メールサーバーである Microsoft Exchange サーバーには対応していないためビジネス用途には制約がある。キー操作形態では上面表示部が縦にスライドされる横長の本体に以下の機能を持つ。 11.68cm x5.49cm 158.76g ハットテックオン日経エレクトロニクス2008年10月6日5 15 151速報 t モバイル Google Android イベントインギャジェット日本版 http japanese ingadget.com 2008-09-23 t モービレ Google Android アンドロイド携帯 T モバイル G1 正式発表。マルチタスクプッシュ同期サポート。インギャジェット日本版。h t t p j a p a n e s e i n g a d g e t c o m 2 0 0 8 0 9 2 3アンドロイド T モービル G1G メール。フィルキーズ。アンドロイド携帯が初。お目見えソースコード公開も間もなく。日経エレクトロニクス2008年10月6日。52ページ。 ありがとうございます。